はい、いつもご利用いただき誠にありがとうございます。はい、こちらは、ジャケットになりますかね。ジャケットというか、ちょっと名称なんて言ったらいいのかわかんないですけど、はい、こちらね、色移りなんですけれども、はい、背中の方ですけれどもね、はい、色移りした状態が見られます。それほど広範囲ではないんですが、こっちにもあるかな、部分的な色移りではあるんですが、素材がね、これ特殊な素材で、どこに書いてあったかな、確か日本語表記があったんですけど、ちょっと手際が悪くてすいませんが、これかな、こうですね、はい、ポリエチレン樹脂 100%、ナイロン、フード部分の裏地がナイロンですかね。フードを外していただいてあるんですかね。はい、別布がナイロン、こちらかと思いますけどね、それがナイロンになりますかね。はい、そのような、素材構成ですけれども、ちょっと面白いこと書いてありまして、クリーニング出される場合は著名な専門業者で洗うことをお勧めしますってなってるんですけれども、ちょっとどういうことって感じですけど、これは弊社の解釈ではあるんですが、ブランド側からしたら逃げですよね。何があっても責任持てませんよという広い意味ではそのようにも受け取れるんですけれども、これそんなね、著名なクリーニング屋さんっていうか、専門業者って今書いてありましたけれども、クリーニング出す必要なくて、普通にね、ご家庭でね、洗っていただければ問題ないとしなかとは思います。型崩れすることもないですしね、またクリーニングに出したとしてもね、特にね、何もすることないんですよね。アイロンがね、直接当てられるような素材じゃないので、もう洗ったらもうそのままね、もう洗えたらした状態ですね、ほとんど、そのような仕上げになりますので、ご家庭でも基本的にはね、ダメとは書いてありますが、洗っていただける品とはなりますのでね、著名なクリーニングってね、そんな初めて見たら、そんな誰を指して言ってんのって話。うち普通のクリーニング屋ですけどね、させていただきますので。はい、モンクレールの品々ですね。はい、ちょっと笑ってられない状況でね、かなりね、重症なんですよね、これ。はい、ちょっとね、事前に試みてみたんですけれども、この辺りまでですね、これがビフォーでアフターになりますが、この辺りまで除去できるのが、限界かなっていうところですね。はい、本来もう撥水性が高くてね、シミになりにくい反面、一度このようにね、しっかりとシミになってしまいますと、もう何をしてもね、取れないような、強い定着の仕方をしますので、ちょっとね、正直厳しい状況ですね。お客様にもやってやみますけどということでお伝えはしてありますけれども、
厳しいなこれ。気分低くはなるけど、まあ、厳しい。ちょっとそのまま待ってて。これはきついな。厳しいかな。かなり厳しそうですね。またちょっと考えてみたいと思います。まあ、方法があればいいですけど、ちょっと厳しそうですね。はい、モンクレールのジャケットですね。はい、撥水性の高い。これは用途は何になるんですかね。はい、ジャケットですね。はい、色移りのシミだったんですけれどもね。はい、かなりね、強く定着していて、もう何をやってもね、取れない状態だったんですけれどもね。はい、もうどうしようかね、もう本当にね、これはもう無理なんじゃないかということでね、もう途中、何度か諦めかけたんですけれども、除去するのを、はい、急遽ですね、もう染み抜きは諦めてですね、染みの上からね、染色をしてもう隠すという作業ですね、そちらで対応させていただきました。はい、この辺りもね、濃く付着していたんですけれどもね、まあ、近づけてみるとね、少しやはり隠しきれていない状態ではあるんですけれども、まあ、当初の目立つ状態に比べますとね、かなりいい感じで隠蔽できているんではないかと思います。はい、白いお品に生じた濃いシミですね。濃いシミを染色して隠蔽すると簡単に言いますけれどもね、なかなかね、やはり大変ですね。かなりね、まあ顔料ですね、顔料も厚塗りする形でね、染色させていただいたんですけれどもね、はい、まあ、少し違和感は出ますけれどもね、もう遠目に見たら色移りしているのはね、指摘されなければもうわからないレベルまでは綺麗に隠せている状態ですね。はい、もうあまり凝視しないでほしいんですけれどもね。
まあ、なんとか使用できるギリギリの状態、まあ、そのような判定をさせていただきました。はい、まあ、こういった高機能素材ですね、撥水性の高い高機能素材なんですけれども、まあ、シミにね本来なりにくいんですよね。こう撥水性高くてねシミも浸透しないんですが、ただ一度ねこのようにシミがしっかりと定着してしまいますと、もう何をやっても取れませんのでね。はい、今回はまあうまく隠せましたけれどもね、気をつけていただきたいと思います。はい、まあ、なんとかすることができてよかったです。ご利用いただき誠にありがとうございます。